糸玉から糸を引き出し、糸端から7センチくらいのところに針を置き、針を回転させて糸を巻きつけます。針に糸をかけて引き出し、最初の目を作ります。この目は作り目には入りません。続けて作り目を2目編みます。立ち上がりの鎖を1目編み、針先から2目目の半目と裏山の2本に針を入れます。糸をかけて引き出します。さらに針に糸をかけて、針にかかっている輪2本を同時に引き抜きます。細編みが編めました。次の目には細編みを3目編みます。3目目を編みましたら編み地を回転させます。次は作り目の残った1本に針を入れて細編みを2目編みます。最後は最初の細編みに針を入れて、糸をかけて針にかかっている輪を一度に引き抜き、引き抜き編みを編みます。1段目が編めました。2段目です。立ち上がりの鎖を1目編みます。根元の目、最初の目ですが、そこに針を入れて細編みを2目編みます。同要領に2段目はすべて細編みを2目ずつ編みます。最後の目に細編みを2目編めましたら、最初の目に針を入れて引き抜き編みをします。2段目が編めました。3段目です。立ち上がりの鎖を1目編みます。根元の目に細編みを2目編みます。次の2目に細編みを2目ずつ編みます。次の2目は細編みを1目ずつ編みます。次の4目は細編みを2目ずつ編みます。次の2目は細編みを1目ずつ編みます。最後の目は細編みを2目編みます。編み終わりは最初の細編みに針を入れて引き抜き編みをします。3段目が編めました。6段目まで記号図に従って編みます。